マッスル感じ。マスクしていいっすか。いいの。おにぎりとうなぎ好きと絶対引き返される。あ、お花です。ここです。あ、ここですね。そちらの方はおいくらぐらいですか。これ計、はい、350万。ファミリーガ、ファミリーガ。整形して、お悩みとかってございますか。お悩み、この花になったことです。普通に。でも僕一回修正してるんですよ。もう一回また修正して、あともう一回修正するんですよ。やったとこじゃないけど、一番最初にやったやらんやん。かっこよくなりたかった。あれ決まってるやろ。こっちは一回麻酔バーン打たれて、部分麻酔で鼻に打たれてんけど、俺そんとこ泡吹いてるで、抜歯してボーン取ったら鼻こんがらしてえ、なんか鼻が曲がって、この耳なんか入ってない。鼻の先がグイーンって曲がって、そんなの入ってない。いや、なんかぐちゃぐちゃすぎて無理だし、その一番最初にやったところが失敗しすぎて、肋軟骨とあばらっぽいとこと、あと耳からこう鼻の先端にまた入れる。そう、だから今から全身麻酔やから、だからもうご飯も食べてないし、水も飲めへんから地獄。これそれ入れて、今回形作って、で次はなんかこう皮膚をなんか貼り付けるみたいな。皮膚移植して終わり。ナースあと2回あるっていうのだけなんか聞いたから。形は変わるね。このさ、ここ分かる？ここ、ま、傷あるやん、ここに。これを皮膚移植で直して、で、ここの先端の骨がなんかこう上にこう上がってきてるらしいから、それをまずここに入ってる骨をまず全部取って、また前回入れた骨を全部取って、またこっからとこっからでまた作り直してって感じ。したらもう、だから去年の1月やから、今回で終わればいいんやけど、なんかその状況を見てらしいから、皮膚も分けずにやっちゃうかどうかって。間違いなもったい。1個目やったと思うやつもしてるから絶対臭いから。いや、マジで大切。てか、そんな当たり前のこと俺なんで分からんかった。いや、めっちゃ適当やから。そういう、まあ、カウンセリングとかだんだん回られへんから、まあ、向いてなかった。もう個数は分からんよな。もう分からん個数何個やろ。でも俺半分ぐらいは思い、ちゃんと理由あるけど、まあ、この辺とか当たり前ないやん。この辺とかないやん。いや、好きやから入れてるみたいな。そうそう、意味はない。しんちゃんが好きやから入れてる。で、このおにぎりとかはこのワンちゃん、おにぎりって名前やから、これもおにぎりやし、うなぎもかわしいな。もうちょっと今消えかかってんのよな。
好きやから。なること祈っといて、ちょっと。あ、お願いします。おはようございます。やばいやばいやばい、はい、もう待ってるやん。エグいって、ちょっと帽子だけ頑張ろう。そうっすね、3日目 ?4 日目ぐらい元気せる。やばいっすね、結構晴れてる。思ったよりっすか。ほんまや、だいぶ引いてるっすね。いや、初日は全身麻酔がやばかったっす。あの、なんかガチフラフラで、もうなんか何する気も起きひんかったから、秒で寝ました。眠気やばすぎて。2日目もなんか腫れが結構痛かったからって感じっす。なんかここってよりここが痛いんすよ。そう、同じところから、あの、傷口増やさんためにやってくれたっぽい。もうこっちはもうやばいっす。ここ指やられたら内臓まで行くんちゃうかな。いや、でもなんか前見た時はなんかこんなをいっぱいこう、あの、つなげて乗せてたっすね。ああ、いや、鼻は全然腫れてない。まあ、けど、腫れてるは腫れてるけど、そんな腫れてない。皮膚はまだやってないですよ。もう一回やるんで、この後に。これ、いや、これはもう、あと2日、3日で外れますけど。あ、そう、1ヶ月ぐらいちゃうかな、多分。これ外して抜歯したらもう出勤する。もうひもすぎて家を。もう ご飯ウーバーっすね。今日は作ろうかなと思ってるけど、これ絶対料理されてないキッチン。でもたまに料理するんですよ。だからちゃんとほら上にほらあの料理の器具が、いやいや、ちゃんと使ってるけど。調味料とか、あ、まあ、料理たまにするってことをこれでわかると思う。この量で調味料に、いや、わからん、ワンチャン最後に料理したの3ヶ月前ぐらい。あ、全然ここの腫れは大丈夫。こっちが痛い。こっちマジで痛いんよ。もう切らん、さすがに。うまくいったら、飽きてんもん俺、整形もういいもん。3回目やでこれ。だから何を希望に俺はダウンタイム待てばいいか分からへんもんだって。これ直すためにやってるからモチベーションがないねんな、これ。もう最悪や、病院選んだ方がいいよ、ほんまに。当たり前やけど。マジなアドバイス言うと、なんか病院してる病院でやった方がいい。 SNS とか TikTok とかで有名な、うん、あの鼻整形の人、あ、病院はやめた方がいいな、ガチで。まあ、ホストクラブみたいな。すごい。でもキラキラで、もうすごいみたいな。まずカウンセリングとかすんねんけど、なんか薄ら笑いでこっち見てくる。医者が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 。美容整形外科ってなんか2種類あって、めっちゃ派手なとこか、ほんまに病院みたいな、ちゃんとした病院みたいな2種類あるから、後者の方が絶対いい。そっちの方が信用できる。ちゃんと麻酔科とかもおるから、その麻酔の重さも違うし、あとなんか何やったっけ、なんか外科医かなんか、そっち系を出てる人じゃないと鼻とか骨切りはやめた方がいいっていうよ。
美容だけを出てる人じゃなくて、あ、そう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 、多分こっち側の骨全部なくなってたんちゃうぐらい。あの病院やばかったもん、マジで。でも、もう金じゃないからな、時間返してほしいから、普通に。東京は、まあなんか、そもそも二十歳になったら東京行こうって決めてて、そう。で、東京来て、ホストは別にやるつもりもなかったんけど、まあなんか、友達が働いてたから、ナンバーナイン。そうそうそう。で、一回滞留来てみるって言われて、まあ行って、まあその日にやってみるか、みたいな感じで、最初はもうほんまにホスト始めた理由なんてないぐらいの。乗り出始めたっす。でもこの花じゃないともっと稼ぎしたりだった。もっと売りした。いや余裕ちゃうでしょみたいな。あの人だって、いや喋りとかすごいけど花ちゃんとしてるやん。俺花ちゃんとしてないから、やのに売り上げ上がってるから。いやもうやばい。でも一生完成せへん、ずっと言ってるけど。うん、頼むっすわ。はい、はい、完成。まあ本人に聞くのが一番ですけど、完成したわけではない、僕知ってるんで。これが完成形ではないけど、もうゴール手前。僕的にですか？100% がもう修復っていうのは元通りってことですか？が 100% だとしたらマイナス 10% 言い過ぎやろ。ようなってるやん。マイナス 10% 俺まだ。え、もともと何パーやったじゃん。だもともとが 0% で、で最高が 100%、 うん、で、1回失敗したのがマイナス 1500% くらい。あ、じゃあめっちゃ良くなってる。で、だからめっちゃ良くなったってる。じゃあまだ整形前よりは悪いってこと。うん、でしょうね。それはそうしましょう。え、わかんない。もう僕らみんなさ、バグっちゃってるから、私の鼻を見すぎて。覚えてないもん。だから、もともとの鼻がどうだったのかっていうのは、私の鼻って別にそんな特徴がなかったから、誰も元の鼻覚えてない。で、いきなり特徴的な鼻になりすぎたから、その鼻をみんなが覚えてるわけよ。そうやね。だから今が元の花よりいいかどうかは分からないけど、元の花の時よりも今の方が売り上げ高いから、じゃあ良くなったんだよ。そしたら数字で、まあ数字じゃない、まあ中身が成功しただけ。じゃあ曲がった時の方が売れてたから、まあ、確かに逆に悪くなった可能性もある。売り上げ的には。そうね、まあここ3ヶ月ぐらいちょっと下がってるから、だから花じゃないってことが証明されたから、ね、マジでずっとずっと花がホストは顔じゃない。だから今から花設計したい人にもう1個言うと、花はマジでどうでもいいんだよ。マジでどうでもいい。でも1個言っていい、うん、いややっぱ花めっちゃ曲がってるやん、俺動画で見たら。そうやね。え、いつもあんなんすか？いつもあんなんすか？え、だってそれ動画は真実を映すもん。いや、あれブサイクル映してるやん、だって。え、そういうフィルターかけてるんすか？変なことかけてるんすか？え、だって鼻曲げる加工つけてるもん、絶対。まあでも、ここの、まあ言うたら軟骨をこの、組み替えてるから全部取って、また新しいやつを全部入れてる、うん、破壊と再生。そう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 。けど、俺ってもう、ここよりここなんよ、ここもう、ここの問題やから。それ次は、なんか耳の皮膚をここに移植して完成、この傷口を治して。例えばこうなったものをこう戻すのは僕らの修正の認識じゃないですか。でも渡るのはこうなったのを一回全部こうして、全部崩してこうするわけでしょ。そう、要は全部中を取っかえてる。そうだから修正とかではない、またゼロから再建
まあほんまに破壊と再生、破壊と再生。1回目失敗したとこで135万で、修正費全込みで195万やから、あの2回目以降はもうお金 取られてないんですよ。だからまあ350、花で遊ぶなよな。いやほんまに。なんかこう渡るの花だけを映した映像をずっと見たら、渡るの花こうなってこう、そんな曲がってこうなって、え、だから俺もうさ、施術を3回してるわけよ。で次で4回目やん、うん、で大体だ花のダウンタイムって半年やん、うん、だから俺2年で3回やってるから、2年間ずっとダウンタイム。確かに、俺確かに、え、経験したことある、こんなこと。ないこんなこと。バカじゃないよ。まあでも最初医者が悪いだけだからね。あ、そうそう、うん、2回目のお医者さんはほんまに頑張ってくれたから、そう、だからラストやる、ここを治す手術して完成らしいです。それは多分冬、まあまた開けなあかんから期間3、4ヶ月後とか。本人はね、2週間でできると勘違いしてて2週間でウキウキだったよ。2週間でできて、しかもダウンタイムもなんか次のはほぼないっぽいっていう勝手な、何の知識もない勝手な自分の認識で、なんか2週間後にできてダウンタイムほぼないので、うん、もう完成みたいになったら、もう全然違っちゃう。全然違う。普通に全身麻酔でまた大掛かりだ。また大掛かりだ。全然大掛かりないやつです。俺麻酔やろうやん、一生麻酔かけない。貼るだけかな。違います。ならいいよ。次もやってくれる、これ。完成まで。頼む。完成してまた整形する。またやりましょう。曲がってないって、鼻のネタなくなったらもう何もないんだから。何もなくない。Lも